丸広百貨店、株式会社、丸広百貨店、丸広百貨店、AA 賞、丸広デパートメントストア仕様、LTD は日本の百貨店の一つ。主に埼玉県西部を中心とした地域で店舗を展開している。本店、中核店舗は川越店である。以下、地名は特記ない限り、埼玉県内、入間郡半応町、現、 半能市出身の大久保武次が、半能実業学校、現、聖望学園高校を卒業後、東京府八王子町、現、東京都八王子市の五福店での修行を経て、1939年、昭和14年10月に、半能町で、丸木百貨店を創業した。1949年、昭和24年5月に、株式会社丸木を設立し、 株式会社化。1951年、昭和26年10月に、川越市に、川越店を開店し、1954年、昭和29年7月に、東松山市に、東松山店を開店。1956年、昭和31年11月、株式会社丸広百貨店に、称号を変更した。1964年、 昭和39年9月に百貨店法による営業許可取得。大久保武次が社内の大反対を押し切り、当時は川越の中心部から大きく外れた現在地へ、川越本店を移転、増床し、大規模駐車場を備えてマイカー時代に対応した。百七十八年昭和十三年十二月に浦和市、現、埼玉市に、 南浦和店を開店し、1987年昭和62年6月に川越市に新河岸店を開店。1989年平成元年10月に入間市に入間店を開店し、1990年平成2年5月に川越市にアトレマル広を開店。1992年平成4年10月に上尾市に上尾店を開店し、 1999年、平成11年10月に、日高市に日高店を開店。創業者一代で、埼玉県を代表する百貨店となり、西の時は、東の丸広と呼ばれるほどの有力地方百貨店となった。近年、利益重視型の経営戦略をとっていることもあり、川越地区への投資を積極化。全社の売上高に対し川越店。 アトレマルヒロの2店の売上比率が極めて高い。東京都内のデパートの影響を受けやすい首都圏にあって、川越駅東口の再開発複合ビルに、アトレマルヒロや川越本店周辺に別館アネックスを集中出店し、木の国や書店やギャップ、ザラなどブランドショップをテナントとして招致。さらに、周辺の郊外地区には地域密着型小型店である。 ファミリーマルヒロを展開するなど、証券を固めブランド力を保持している。また、外商部門も強い。一方、支店は店舗面積が小さいため、周辺地域で近年出店した大型ショッピングセンターに対して見劣りするなど、厳しい立場に置かれている。また、一部の店舗では建物の老朽化も目立っており、反応店は2009年。 平成21年8月25日をもって店舗を閉鎖し、旧東反応店が存在した東反応駅ビルに移転、同年9月11日に再開業した。独立資本ではあるが、伊勢丹が主幹事の全日本デパートメントストアーズ開発機構に加盟。主に川越本店でファッションや食品でアド商品の取り扱いがあり、ギフト商品などもアドの ハブセンターが活用されている。紙袋や包装紙には、埼玉県の県下である桜草が描かれ、あやの国の百貨店丸、広を合言葉に、地元埼玉の百貨店として愛される店づくりを目指している。1968年に、川越店の屋上に、屋上遊園地であるワンパクランドが開業した。当時、国内には、こうした屋上遊園地が、 数多く存在したが、昭和40年代に、熊本、大阪で起こったデパート火災により、消防法が改正され、屋上にこうした施設の建設ができなくなり、さらに、子供たちの遊び場は、ゲームセンターやテーマパークへと移り変わり、徐々に国内では姿を消した。そして2019年9月1日の営業をもって51年の歴史に幕を閉じ、 国内の屋上遊園地はすべて閉園となった。閉園理由は、川越店の耐震補強工事に伴い、遊園地スペースを資材置き場として使用し、新たに遊具を組み直す業者が少ないことによる。最終日には、普段の土日の4倍以上の9000人が訪れたという。2019年、令和元年6月28日、スーパーホテル埼玉、 川越を本川越駅近くに開業した。2017年、平成29年10月、丸広百貨店が借り上げている川越市新富町2丁目の土地に所在する道、百貨店契約有料駐車場、新富町パーキングを閉鎖し、子会社、丸 M が運営するビジネスホテル、ビジネスホテル川越、仮称を建設、開業することが明らかとなった。丸 M は、 丸広のレストランを経営しており、同社がスーパーホテルとフランチャイズ契約を行うという、新富町パーキングは2017年、平成29年12月末に閉鎖。2018年、平成30年2月、ホテルを同年4月後半に着工。2019年、令和元年6月頃開業する予定であることが報じられた。場所は、 丸広川越店から西に、約200メートル、西武新宿線本川越駅から南に、約200メートル、西武バス、東武バス、脇田町バス停付近。敷地面積1100平方メートル。建築面積は395平方メートル。延べ床面積は2347平方メートル。地上9階、地下1階建てという。宿泊事業への進出は、 同百貨店初となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。